たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスステゴサウルス謎の大彗星アービーの接近で地球上に起こったさまざまな異常現象は彗星が宇宙の彼方に飛び去った後も続いたのである。世界各地で大地が陥没し再度隆起した時中生代の地表が現れ恐竜が姿を現したのである。これらの恐竜たちの救出保護を目的として国際自然保護連合が作られた。そして今アリゾナ州グランドキャニオンでも地表の陥没が起こり中生代の動植物が地上に現れたのである。国際自然保護連合の監視と連絡の機能は文字通り全地球上に網の目のように張り巡らされている。北アメリカにまたもや恐竜出現の方は時を移さずボンフリー隊本部に伝えられた。緊急出動指令、緊急出動指令、ボンフリー号の点検整備を急いでください。了解、麻酔砲、ネット砲ともに整備よし。ゴーさん、ガナ、そっちはどうだ。こちらガナ、通信機械関係は全て艦長でござるす、どうぞ。ゴーさん、ちょっとテレスコープを上げてみろ。オッケー。テレスコープは夜ともなればスターライトスコープとなり暗闇の中4キロメートル先にいる恐竜の目の光でも電子装置で4万倍に増幅してはっきりと捉えることができると。なるほど。よし、次恐竜の心臓音集音マイクのテストだ。このマイクを用いれば2キロメートル以内にいる恐竜の心臓音をはっきりとキャッチできると。へへへ。ジョージ、仮に捉えた君のハートの音は至極正常かつ健康そのものだ。安心せよ。それはそれは結構でした。さてここで今回小生が発明した脅威の新装置を披露しよう。モンフリー号のコンピューターと連動、捕獲すべき恐竜の鳴き声を流しておびき寄せると。名付けて恐竜吸い寄せおとりテープスイッチオンと。
回の諸君の行く先はここアメリカ合衆国アリゾナ州グランドキャニオン代表国である。ここに地殻変動が起こり恐竜が出現した。この恐竜はおそらくステゴサウルスと思われる。ステゴサウルスは1億5000万年前の中生代ジュラ紀に栄えた草食性の恐竜です。体重は2トン、大きさは9メートルで、性質は穏やか、悪く言えばノロマ。前足が小さく、歩行も速くないので、外敵から身を守るために、背中一面に剣のような骨と、トゲが突き出ているところから、剣竜と呼ばれています。人食い恐竜のティラノサウルスや、暴れん坊のトリケラトプスの時には、全く手を焼かされたからな。その点、今度は。おとなしくて、ノロマなステゴサウルス。こっちとしちゃスイスイと近寄り、ネットをパー、麻酔弾をポーン。それでオッケー。はい、一丁あり。喋っているのがゴンフリー隊のマサオとかいうガキとゴンとかいうパイロットの声だ。よく覚えておけよサミー。ヘイボス、だけどこれは一体どうなってるんですかね。向こうの話がそのまんまこっちへ筒抜けなんて。今度の相手がウスノロンのステゴサウルスと聞いたんで、奴らほっとして通信機のスイッチをつけっぱなしにしとるんだわさ。こっちにとっては全くもっけの幸いだわ。おい、別の方法ってどういうんだよ。うん、つまりいつも力ずくのやり方で捕まえるんじゃなくてね、今度みたいなおとなしい恐竜に対しては人間も恐竜も同じ動物同士という立場から、まず心と心の触れ合いを大切にして。同じ動物同士、心と心の触れ合い、はあ。これどう思うね、レイコ隊員。そうね、マサオ君の気持ちはよくわかるのよ。でもね、同じ動物同士といっても恐竜は卵から生まれるし、人間は母親の体から生まれるわけだから、いろんな点で随分違いが出てくると思うのよ。人間と彼らの一番大きな違いは、なんといっても恐竜は野生の生き物だっていう点だ。だから仲良くなるためには最初どうしても力ずくで捕まえるしかないだろうな。そうかな。じゃあこれはどう説明がつくのかな。この通り、ドンはどんなに怒って荒れている時でも、僕がこのハーモニカを吹いてやればすぐに心が休まるんだよ。うん、ドンは長い間かかって人間が野生をペットに作り変えた動物さ。恐竜と違って音楽の良さだってそれは少しはわかるだろうよ。そうかな。さあたまさあたも、恐竜はもともと怖い怖い動物でごらうす。あ、そんじゃこの君に尋ねるが、そういう怖い怖い恐竜の中でも一番怖い恐竜は。知ってるけど教えたくない。なんでさ。ティラノサウルス、ティラノゾンゼヌ。バカモン、俺はちゃんと知ってるぞ。あのね、一番怖い恐竜はな、トリケラトプス。あー、やめてやめてやめて、私そういう不備人は嫌いなの。トリケラトプスがなぜ不備人。だってさ、トリケラドブスだなんて。お前バカ、死刑。ほんじゃこの話は全く変わるけど、これから我々が捕まえに行く恐竜、お父さんお母さんはおるんだろうかな。おらんおらん、彼は常に孤独だもん。孤独。ああ、名前がステゴサウルスだもんね。なるほど。しかしだな、奴に家族はおらんでもアロサウルスみたいな強い仲間が一緒かもしれない。アロサウルスが一緒かどうか電話して確かめてみれば。アロサウルスに電話なんて。アロアロ、バカモン、恐竜がフランス語なんぞわかるか。二人ともダジャレをいつまで言い合ってるんだ。ぐっと気を引き締めてゆけ。いくらノロマだと言っても相手は恐竜だ。どんな弾みでどう変わるかわからないんだぞ。はい、わかりました。以後注意します。
猫、調子に乗ってあまり遠くまで行くなよ。分かってるだろうが、君の任務は原始植物の標本採集ではなく、あくまでもステゴサウルスの捕獲保護に全力を尽くすことにあるでしょ。了解了解。ねえ、任しといてよ、ジョージさん。恐竜時代に咲いた花だけあって、さすが雄大なスケールとボリュームね。断然これは植物学上の貴重な参考資料になるわよ。それよりもさ、こんなものすごいの見ると花のような美人とか花の命は短くてなんて言葉がピンとこなくなっちゃうよな。あ、助けて、レッドメンさん。変なこと言うから花が怒ったのよ。こちらボンフリー号、たった今ステゴサウルスの所在をキャッチした。二人と一匹、直ちに帰投せよ。はい。何をもたもたしてるんだ。スピードを上げろと言ったのが聞こえないのか。スピードメーターの針をよく見てくれよ。さっきからぐんぐん上がりっぱなしだぜ。おかしいな、これならもうとっくに追いついているはずだが。ノロマでおとなしい種類の恐竜にしては動きが異常に速いわね。本当にこれステゴサウルスなのかしら。思えばまたあちら、どうしても追いつけん。まるで恐竜牛若丸だな、こいつは。どんなにちょこまかちょこまか動き回るとも、高い空から下界を見れば全部丸見えさ。ジョージ、ここは一発嬉しがる緊急出動と行こうじゃないか。よし、レッツゴーと言いたいところだが、敵はノロマと見くびっているうちに。高い空から下界を見るには一番都合の悪いコンディションになってしまったよ。どこまで追っかけてもキリがないな。ゴーさん、こうなったら180度戦術を転換して逆に敵をおびき寄せてやろうじゃないか。わかった。泣き声流しおとり作戦だな。なんだこの甘ったるい泣き声は。ボタンのおしがい、これはそのステゴサウルスの子供が母親に甘える声でござるすよ。真面目にやれよ。了解、スイッチオン。うまいぞ、もっと寄ってこい。もっともっと。よし、2キロ以内に近づいたぞ。心臓音、集音マイク、スイッチオン。この心臓音は一体何だ。おとなしい草食性の恐竜どころか、まるで猛然と突っ走る蒸気機関車のピストンみたいな音だよ。これ奴は1キロ以内に近づいた。
スターライトスコープ作動。レイコ、ちょっと見てみろ。本当にこれがおとなしい草食性恐竜の目玉？ギラギラと恐ろしい光を発して、まるで悪魔の目玉だわ。来たぞ。今こそ貴様の正体を暴いて。ゴサン、サチライトだ。分かった。なんだこの凶暴さは。まるでスピード違反の神風ダンプだぜ。ゴサ、バックだ。よっしゃ。動けなくなったところを麻酔弾の集中砲から。はいはい、スター。ゴンさん、用意はいいな。ガラ、さあ行くぞ。ワン、ツー、スリー。
ボス、こいつは全く愉快な眺めでござんすね。この分だと間もなくボーンフリーグはめちゃくちゃにやられて全員織田仏の巻か、まあよくて恐竜もろとも共倒れってとこだろうな。ってことになれば我々は何の苦労もなく、めでたく恐竜の首をちょん切って威風堂々の凱旋ちゅうわけよ。連結部を狙ってくる。今度衝突されたらボンフリー号はひっくり返ってしまうぞ。髄に異常をきたしたステゴサウルスは恐るべき殺人恐竜と化していた。マサオはどんにも人間の真心が通じたようにステゴサウルスにも真心が通じると信じボンフリー号を後にした。果たしてあのステゴサウルスは殺人恐竜なのだろうか。そしてマサオの真心は通じるのでしょうか。次週恐竜探検隊ボンフリー素晴らしい友ステゴサウルス、お楽しみに。